ディズニー・ワールド・カンパニーは1967年12月7日に設立され、現在はディズニー・パークス・エクスペリエンス・プロダクツ参加の会社。ウォルト・ディズニー・ワールド・リゾートを運営している。ウォルト・ディズニー・ワールド・リゾートの土地内を、ウォルト・ディズニー・ワールド・カンパニー、ウォルト・ディズニートラベル・カンパニー、ウォルト・ディズニー・ワールド・ホスピタリティレクリエーション、コーポレーションの3社で運営。 所有会社であり、カリフォルニア州にあるウォルト・ディズニー・カンパニーの完全所有市会社である。もともと、ウォルト・ディズニー・ワールド・リゾートで必要な土地を購入するため、多くの企業がディズニーによって設立された。ウォルト・ディズニーの死後、兄のロイオー・ディズニーは、他の会社との合併圧力を回避するために、会社の株式を一定の価値から国債に転換することにした。 そのためこのシステムにより、ロイオーディズニーは、ウォルトディズニーワールドリゾート内の複合施設の購入と建設に必要な資金を調達することができた。ありがとうございます。